爆弾キャンディー。先端をハサミで切り落として食べる。爆弾キャンディーの中身を食べた後のゴム容器。厚さ0.5ミリ程度である。ゴム容器アイスは、食品用ゴム容器に充填したアイスクリーム、氷菓子製品。昭和時代に誕生したアイス菓子。ゴム容器は、大手ゴムメーカーが手掛ける製品であり、食品衛生法の基準に適した製品が使用される。 発売当初の製品は、独特のゴム臭、味であったが、ゴム製品の発達により、無味無臭のものに近づいている。また、水風船で使用する製品のものよりは薄く、コンドームよりは、厚い素材の生地である。同じ形態のアイス製品であるが、様々なメーカーで製造され、地域独自に呼び名が異なる製品でもある。主に、ボンボン、卵アイス、風船アイス、爆弾アイス。 おっぱいアイスなど、昭和時代は、駄菓子屋の冷凍ショーケースで販売されるケースが多く、低価格なことにより、子供たちの人気アイス製品でもあった。現在は、当時の味、製法を再現した、リニューアル製品として、コンビニスーパー、洋菓子専門店などでも見かけるが、当時の味、製法を続ける企業も存在する。など、ありがとうございます。